今回も、夜回りさん、やっていきたいと思います。それでは、行くぞ、わたちゃん。お待たせしたに。まあ、いつものなんか鏡を見て、自分の異変に気づくところからかな。よくわからんのよね、この演出が。まあ、いいや。暗くなった。何だ、お姉ちゃん。お姉ちゃんが、映ってるの？私がお姉ちゃんの、お姉ちゃんが、私？行くか。全部拾ったね。じゃあちょっと見ていこうか。危ないだろ、こんな場所にいるの。なんだか入れんよ、俺怖くて。高所恐怖症だし。わたちゃん もう仕方ないよ、それは。それは、しょうがない。なんか、ホラーとかじゃなくて普通に怖いもん。どうした？これどうやって撮るんだろう？それと、こちらのホイッスル。海辺とかあんの？まだ見てない気がする。お姉ちゃんと海で、砂浜で。待ていって。お姉ちゃんが流してんの？ピッピッピッピー。何してんの、一人で。こういう遊びが流行ってるんかな？竹とんぼとかで遊んだ方が楽しくない？お、船。いや、幽霊船みたいな、そんなのがあんのかな？それ怖いな。さあ、ここで、うわ！ゴーストシップさん、多分。さて、行きましょうかー。何してんの？さっきのお姉さんだよね。ゆらゆら、ゆらゆら。またさ、こういう風にお姉さんが悪者になっちゃうのかな？僕を襲ってくんのかな？新聞の切り抜き。そこにお姉さんの死因とかが書いてあるんか？拝見させていただこう。見るか。男の子の写真が載った古そうなチラシだ。これってさ、なんか、街中でよく置いてあった行方不明の男の子の新聞の切り抜きじゃないの？この子供を探す。だよね！ほら、心当たりがある方はこちらの電話番号へ。何回か見たの、それ。って、書いてある。敵意はなしと。またね、友好的な関係作れたらいいけど。今、誰かいた。何だったんだろう。踏んじゃった、ごめん！ そんなつもりなかった。ここ場所的には、未知の未知なる地に行きます。みっちみちだね。出たー！ゴーストシップー！いやー、乗るのかい？これに。君そんな。怖い。もう錆びてるよ、こんな。女の子が一人で行くようなところじゃないだろう。ちなみに僕、成人男性だけど乗りたくないし。案内してくれてる。ご丁寧にどうも。しゃあないけど行くか。マジ怖くない？もう出られないし。出して。出られるし。まあ、行くか。なんか船内はあれかな？豪華客船的な。
あれだったのかな。チカッ。チカッと。テレビが動く。なんで電気繋がってないのに。うわっ！え、なにこの水の化け物！どうしろっちゅうねん！え、マジで。どうする？どうするっていうの？え？マジでどう？なんだこれ？いけるか？わたちゃんファインプレイ！よしよしよし！右側は一定の法則で動いてると。はい、余裕！なんだと？なんだともう一人？え？わたちゃん？懐中電灯がつかなくなっちゃった。いや、ま、ここは体力温存しなくて。花火？何これ？え、これを持っていけと。何これ？小さな筒が花火みたいに燃えてる。これなら懐中電灯の代わりになるかも。手に花火を持つのめちゃめちゃ危ないからね。いや、危なくないか。危ないのか。持っていくか。鍵開いた？うん。鍵が落ちてる。ナイス。この鍵があったら外に出られ、バカ！バカ！それ命綱だろ！落とすなよ、お姉ちゃんからもらったのせっかく。カメラが。おい。おい。わたちゃん、もう行くぞ！もう帰るよ。もしかして。え？何？動き出した？船が動いてる。うわっ！グロ。これ写真に載ってたやつじゃん。魚の幽霊。あ、写真じゃない。このテレビに映ってたやつじゃん。グロすぎる。あ、次は俺がシャッターされる番。だな！あ、そういう感じなんだ。で、そう、これ写真を切りながら移動していくと。もう変わっちゃったんだね。やられる方になっちゃった。よし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 。マジ！これ切れんじゃね？やれるよね。よーし！だよね、あいつもやれるよね。オッケー。行ったか？クリアー。また見とるし。見てもんちゃうねん。船が止まったみたい。どこに止まったんだ？うん、帰ってこれるのかな？元の場所に。鍵がかかってるみたい。まあ、これは。OK です。外に出る？出る？え？どこだ？また新しい島？うわぁ、全然違う場所来ちゃった。で、お姉ちゃんもいると。どうしたの？さっきありがとうね。これを見ろ。これを見ろ。男の子がいなくなっちゃったって。このチラシは街にあった。この子を探してるの？息子さんかな？探してあげたい。ごめんなさい。私にはわからないよ。そうか。逆ギレしないんだ。いい子やん。ん？こっち来て。わかった。なかった。なんか近づいてるこれ。近づいて、なんか注意深い。お姉ちゃん、弟くん。あ、近づいてる。もう囲われた。あ、もう挟み切ろうとしてんだ。あ、もう全員集合。あ、姉ちゃん。あー、きっしょ。もう、みんな、逃げて！あ、フラッシュでたかれたん？もうやられたん？なんやこいつ。タコの化け物みたいな顔じゃなかった。やべえ！それかい！
フラッシュ事件ね。オッケー。いや、でもこれさ、全然、全言撤回。だいぶ難しそう。そういう、この、目ん玉だけだったら何とでも対処できるけど、この水、水野郎が、どうも難しいんだよな。対処できん。やれ!やってくれ。やってくれ!頼むから。こう、キープ。よーし!やった。やって。隠れんなよ!都合良すぎるだろう。やれるか?え?いけてないし。やれないかな?いた!よし。一回左行く?いやずるいじゃないですか。これ死ぬ。ない。何でもない。もう一回待って、ちょっと汚いよ。一回拾って戻る。なんもない。10円玉体力回復させて、よし行こう。間に合うか、わたさん。ナイス。で、最後の一橋だね。やるっきゃない。ダッシュアクセル、よく頑張った。これはいける。ふぅ、富士壺とかいたんだ。長い。ここも終わりに差し掛かってきたな。よし、やった。あった、懐かしい。電気とかやったよな。これでもう逃げるだけでいいのかな。うぅ、まあ大丈夫、問題ない。ここ逃げる場所が結構多いから。なに、お姉ちゃんやられる。お姉ちゃん、わかった。シャッターってどうやるんだっけ。キュイーン、姉ちゃんの仇くらいやがれ。やりました。やったよ、姉ちゃんの敵撃ったよ。ん、それは何を落としてたんだ、ここに。ホラ貝、これは、白い巻貝。これを耳、あー!噂のね、波の音が聞こえるよ、ことを教えてもらった。これやってみたいんだよなー。どっか売ってないかな。そうだ、これは昔私が持っていたもの。なんで忘れていたんだろう。潮風の音を思い出した。海で。お姉ちゃん泣いてる。あの強気なお姉ちゃんが泣いてる。どうしたの。うぅ大丈夫だよ。うぐ、呪われてるのかな。この焼却炉の場所っていじめられてた場所だっけ。お姉ちゃん、逃げちゃった。わたちゃん、麦。ね、麦ってさ、これ本当に生きてるの?なんか不幸を運ぶあれとかじゃないの?怖いんだけど、麦が。え?お姉ちゃん?お姉ちゃんじゃないの?
それはもう変わり果てたものなのか。麦あ、追っ払ってくれてる。今の思い出はお姉さんがいた。お姉さんが苦しんでたらいきなり、もしかしてあれが呪いだよね。私も朝が来たらお姉さんみたいに呪いを解かないと。早く一体どうすれば。お姉さんどこで会えるの。どうすれば。一度お家へ帰ろう。今回、海の思い出はいかがだったでしょうか。また次回。